はいどうもアニマルパテモソでございます。というわけで今回は、はい、新しいお魚を購入いたしました。はい、まあこの中に入っているわけではないんですけども、最近のこれ120センチ水槽、はい、ちょっと殺風景ですね。アロワナいなくなっちゃったからな。なんか入れたいね、アロワナちゃんみたいな感じで。こちらが今育成しているアルビノシルバーアロワナでございます。2匹いたんですけども、1匹の方はちょっと襲われちゃってたんで別水槽に移しました。はい、まあこいつかなりちっちゃいくせにやんちゃもんで困っております。はい、まあそれだけね、餌とかもよく食べてくれてますんで成長が楽しみでございます。まあ、というわけでね、早速荷物が届きました。でっかい発泡スチロールの箱でございます。生態です。なんとか注意って書いて、取扱い注意って書いてますね。はい、さあ新聞にくるまりまして、何を私が買ったのかというのがね、この後出てきますけども、この梱包がね非常に厳重に梱包されて、見てください、中にこれプラダンで作った箱が入ってるんですよね。箱、袋の中に箱が入って、それに水がたっぷりと入っておりました。はい、こんな感じですね。はい、もうこんな厳重にして送られてきたんで初めてでしたけど、まあ、どんなお魚が入っているんでしょうか。これはねなかなか出てこない開けても開けても開けなきゃいけない、 そこの隙間からこのあれやってるんですよ。結束バンドやってやってね、まあ、仕方ない隙間から出すというポチョンということで、はい、出てまいりました。こちらのお魚、この形で分かる人は多分分かるでしょう。いかついですね、本当ギザギザしている、ギザギザしてますよね、尻尾の方ね。何なんでしょうこの魚さんね。まだヒレと尻尾らへんしか見えておりません。あ、出てきた。もうほんとなんかね、怪獣みたいな感じやばいねこれね、この感じでもやばいですね。なんかごっつしててね、ごっつりしてて、魚とは思えない重厚感。この魚何でしょうか。はい、もじょ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 泳いでおります。まあもう底物ですよね、完全にこの感じでね。上の方を泳ぐような魚ではございません。底の方をこのようにもごもごしながら泳いでいるこちらのお魚。はい、元気そうでよかった。冬場なんでね、どうなるか思いましたけどね。こんなお魚です。いかつくないですか。なんかもう表面もね結構硬いんですよこれ、ほんとトゲトゲしている、もう鎧のようなね、もうメカみたいですよね。すごいですね。というわけで早速、まあ120センチ水槽に入れようかなということで、まあ、こちらの水槽でちょっと入れる準備をしようかなと思います。まあ本当殺風景になっちゃったアロワナいなくなって、ブラックアロワナがね死んじゃってね、本当寂しい、暴れてる暴れてるポリプとエンペラースネックヘッドが暴れておりますね。まあ容器から出しましたが、もう一回袋に入れて温度合わせからとりあえずやっていこうかなという感じでね、こんな感じで入れております。はい、結構でかいでしょ、30センチ近くあるんですよこれ。なかなかねこのサイズのねこの魚って売ってなくってね、ちっちゃいのはね結構見かけるんですけど、ね、ショップでもね、大きいの出てきたらね私買おうかなと思ったら、ちょうどね登録者数も7000人超えてたんでね、はい、いい個体がいたんで購入いたしちゃいました。こんな感じ、横から見ると腹周りのねこの茶色い柄とかもすごいね、昆虫みたいですよねなんかね。はい、というわけで数時間後、はい、水合わせと温度合わせが終わって、まあ3、4時間ぐらい経ってますかね。安全を、はい、考慮してゆっくりと水合わせいたしました。まあ、というわけでね早速放流したいと思います。まあこのサイズなんでね、この水槽の中でもエンペラースネークヘッドと一緒ぐらいのサイズね、この手前で泳いでる一緒ぐらいのサイズあると思うんで、まあ問題ないでしょう。行きなさい、泳ぎなさい、行け、行くんだ、いたいた、
行った。明るいとこで見たいけども、奥に行った。奥に行った。はい、奥に行っちゃいました。これでね、数日出てこなくなりました。まあ、どういうわけでも仕方がないんで、この60センチ水槽の方に移しました。これでようやくね、隠れる場所、まあ、隠れる場所も一応ね、壁をしてね、もう隠れられないようにして今撮影しております。いかつくないですかこれ、この茶色と黒、はい、こんな魚です。まあもう見た感じからしてわかると思うんですけど、ナマズですこれ。はい、この魚の名前はメガロドラス、はい、いかつい名前でしょ。メガロドラスですよ。やばい名前ですよね、本当ね。ブラジルのアマゾン川かな、うん、その辺に住んでいる大型ナマズでございます。うん、まあ、最大はね、70センチとかそこいらぐらいまで成長するそうなんですけども、成長が非常に遅くて、まあ、3、4年経ってようやくこの30センチぐらいだそうでございます。まあ、一応もそこもので餌もよく食べるそうなんで、購入した時に乙姫食べてましたという、コメントもいただいてましたんで、うん、乙姫やったんですよ。全然食わない全然食わないけどね。まあ、ただこのサイズね、ほんと数年は経ってて立派なサイズ。購入価格は8000円でした、はい、送料込みね。まあ、ここからはだいぶね、成長はゆっくりとなるんですけど、多分水槽の飼育下では70センチとかならない、多分50センチまでぐらい止まるんじゃないかなと思ってます。見てください、この子ドラゴンのようでしょ。かっこよくないですかこの顔。竜ですよ、もうまさしく竜でも動かない全然動かないですよ。暗くなったとってちょっと泳いでるぐらいで、なんか本当ね、干渉にはあんま耐えないかななんかなんていうんですか、隠れ家なんか作っちゃうと多分ずっと出てこないと思いますよ。明るいうちは出てこない。たまに死んでるかなと思っちゃうんですけどね、このエラがヒコヒコ動いてるんでね、まあ大丈夫かななんてね、思ったりしております。まあ、でも本当ね、動かないんですよ。もう家に来てこれ、購入してから4日5日ぐらい経ってるんですよ。4日5日待ったんです待ったんですけど全然動かなくて鍵が出てこないんで、こういうもうね、やり方で撮影することにしたんですけども、まあ、でも本当にね、かっこいい昆虫っていうか、もうなんていうのかな、古代生物みたいなねこんな生き物いんやね、もういるんですよね、本当。こんなナマズどうしたらこんないかついね。だって腹の横にこうトゲトゲいっぱいついてるんですよ、これ。こんな魚見たことありますノコギリのようなね、はい。まあ、というわけでね、登録者数7000人突破の記念魚はメガロドラスの30センチほどを購入いたしました。はい、まあこれもね、成長がね楽しみでございますが、もうちょっと活発に動いてくれると嬉しいななんてね思っております。というわけで、登録者数7000人突破ありがとうございます。まあ、また8000人目指して頑張っていきたいと思いますので、まあちょっとね、投稿頻度下がっておりますけども、またね、撮れたら撮りたいと思います。というわけで、アニマルパテモソでした。アニモー。